皆さんこんにちは。こんにちは。ケイです。タケです。なんか暑い時に暑いもの食べたくなるってありません？あるある。暑い時期だからこそ、うん、暑いもの食べてね、うん、いい汗かきたいみたいなね。あ、そうやね。いっぱい汗かいてね。うん、悪いところ全部取り除いていきましょう。デトックスデトックス。じゃあ今日はね、いっぱい汗かけるように、うん、ちょっと辛い料理でね。おお。スンドゥブチゲ作ります。いいね。うん、いいでしょう。おいしいスンドゥブチゲ作りましょうね。作りましょう。それでは。レッツゴー！ レッツゴー！ はい、じゃあ早速ね、スンドゥブチゲの材料紹介していきます。じゃあね、スンドゥブといったらやっぱ豆腐ね。あとこちら、出汁が出るアサリ、半額になってました。こちらも値下げ品で、豚の細切れね。あとネギと唐辛子、鶏ガラスープと、ちょっと辛めにしたいので豆板醤、あと香り付けのごま油と料理酒、醤油、あと口当たりのマイルドさを出すためにちょっとね、砂糖も入れようかなって感じで、こんな感じで作っていきます。はい、じゃあ早速ね、まずネギから切っていきましょうか。じゃあどうしよう、スンドゥブだからね、3、4センチぐらいかな、このぐらいでいこうか。5センチぐらいあるかな、これ。まあ、5センチぐらいありそうやけど、まあいいや。ネギこんな感じね。じゃ次はこちら、絹豆腐。とりあえず水抜きましょうか。ここ切って、あーやばいなこれ。まな板ちょっと。ちょっと水出していきますね。はい、切ってきました。じゃあ開けて、とりあえず食べやすい大きさでね、いきましょうか。半分にして、半分、こっちも半分、横も半分、大きさこんな感じね。ちょうど食べやすいぐらい、一口サイズ。はい、じゃあ一回まな板洗ってきました。こちらの豚こま切れね、値下げしました。でかい、これは4分の1やな、5分の1とか。ちょっと大きいからね、食べやすいサイズに切っていきましょうかね。とりあえず半分して、半分半分やな、食す無理、無理。生食無理、死ぬ死ぬ。なんか生ハムみたいで、いいよ、面白そうよ。いやちゃうから。ほんと切れねえ包丁、切れねえな、研いでない俺が悪いけど。じゃあ肉のサイズこのぐらいね。最後こちらのアサリね、いろいろ準備してる間にね、もう砂抜きしといたんで、こちらもうそのまま入れるだけで OK です。じゃあ早速作っていきましょうか。このもんか、うん、はい、じゃあね、鍋に水入れていたんで、このまま置いて一回ちょっと蓋してね、沸騰させようか。じゃあちょっと待ちます。はい、じゃあちょっと温まってきたんで一旦開けます。はい、じゃあまず鶏ガラ、目分量ですいません、大さじ1ぐらいかな多分。あとお酒、こちらも大さじ1ぐらい。あと醤油、こちらも同じく大さじ1ぐらい。でこちらに豆板醤ね、豆板醤は小さじ2ぐらいかな。ねえ。ここに砂糖、軽く、ちょっと口当たりをねマイルドにするだけなんで、ちょっとで、ね、大丈夫です。
ではこちらの唐辛子、ヘタ取ってね、中の種出します。したらもうね、今回そのままダイレクトに入れちゃいます。ダイレクトイン。辛いぞこれ多分。やばそう。じゃあもう一回蓋して再沸騰させます。はい、じゃあ沸騰しましたね。うわー、チンチンだ。あ、いい匂い。じゃあ沸騰しましたら、こちらのアサリをね入れて、いいや、あーやー、きゃよし、肉もね入れちゃおう。全部バーっと、おい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 よし。じゃあ水切った豆腐もねゆっくり入れていきましょう。こうしようか。うわ、じゃ最後風味付けでごま油ひと回し、あと蓋をして、沸騰したら完成ね。完成。はい、じゃあ軽く混ぜてね、ひと煮立ちさせたら揚げていきましょう。オープン。オープン。うお、いいんじゃないこれ。いい感じやん。うまそう。おいしそうね。うん。あ、めっちゃいい匂い。いいですね。じゃあ食べましょうか。食べましょう。しました。そう、いただきま す。あー、もう旨味がもう匂いでわかる。絶対うまいこれ、うん、どう、うまうま辛い。うん、うまい。アサリと豚の出汁ね、めっちゃ出てる。最高やな。最高。あー、カレー豆腐も、うん、うん、あくやあくや、どう、うまい、うまい、うん、手が震えほど熱いわ。うん、あくや。うん、いいお出汁や。あー、うめえ。夏に食うスンドゥブいいね。いいね。汗かくけどこれがたまらんね。たまらん。え、めっちゃでかいんだよ。でかいね。でかでかあさり、でかあさり。あー、うまっ、うまっ。喉、喉、まだね、梅雨の時期やからね、夜になると肌寒いしね。そうだね、うん、ちょっと今気温も落ちてきたし、うん、ちょうどいい感じ。うん、うん、でも食べると暑いんだよね。食べるとやばい。うん、もう発汗がすごい。発汗がやばい。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いや、もう出汁効いてうまかったな。夏に食うね、スンドゥブね、たまらん。汗がもうなんかね、ジメジメのね、この梅雨の時の、うん、暑さで自然とかく汗はね、ベタっとして気持ち悪いけどね、辛いもん、熱いもん食べて、うん、出した汗はね、すっきりする感じ。すっきりするね。すがすがしい。すがすがしい、爽やか。うん、なんかスポーツの汗みたいな。そう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 、うん、爽やかな汗ね。気持ちいいね。気持ちいい。いろんなアサリの出汁と肉の出汁とかね、すごく効いてね、うん、食べやすかったし、辛さはね、辛いの苦手な人はね、ちょっと控えめに、豆板醤控えめにね、したりとかね、そんな感じで作ってみてはいかがでしょうか。いかがでしょうか。皆さん試してくださいね。試してください。ということで今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。暑い時期にスンドゥブ外でやりたいな、美味しそうだなと思った方は高評価とチャンネル登録、チャンネル登録、あとコメントもね、コメントもね、書いてください。よろしくお願いします。お願いします。また見てね。バイ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 。いや、やった。